半兵衛様、ご覧いただけておりますでしょうか。長政様が、見事に徳川を打ち滅ぼしましたぞ。徳川の兵糧庫の底が見えたのが2月半ば。そこからわずか2ヶ月半ほどの間に、電光石火のごとく、徳川の城、20数個を平らげ、関東の地を我らのものとしました。それがし、官兵衛様にお仕えして40年近く。長政様のことも、小さき頃より存じ上げておりますゆえ、官兵衛様が亡くなられた際には、長政様の心中をお察しして、いらぬ気遣いをいたしました。ですが、官兵衛様、長政様は、官兵衛様に勝るとも劣らぬ武将になられましたぞ。将兵の心をよくまとめ上げ、最後まで見事に、徳川攻めの指揮を取られました。まさに、たかがわしを生んだのですな。上様。なんじゃ。我々は今、伊達家攻めに向かっておるのですよね。そうじゃ。伊達攻めが終われば、戦も終わりですかな。なんじゃまたべえ。家が恋しいとでも申すのか。そういうわけではござらぬが。東北にはまだ、最上、津軽といった、つわものどもがおりますからな。お家に帰れるのは、まだまだ先なのでは？やれやれ。天下一統とは、大仕事ですな。当たり前じゃ。それでも、我々の苦労など大したものではないぞ。創建院様や大公のおかげで、日の元の構造は、変わってきておる。と、申されますと？室町幕府から戦国期にかけては、各地に守護は置かれていたものの、その守護がやってくる以前より、その土地を実効支配しておった。黒人衆や自社勢力の影響力も強く、守護が彼らを無視するわけにはいかなかった。確かに、加賀一向一揆や、周総国一揆など、黒人や土豪、宗教勢力によって、土地が支配されていた例もありますな。じゃが、戦国の世を経て、大名が力をつけるに至って、それぞれの国の中での支配体制が確立してきたという面もある。なるほど。黒人衆が守護大名や戦国大名のもとに、機関、家来として統率されていったようなものですな。そして、創建院様が行った天下統一事業や、その過程で行われた一向宗などの宗教勢力との戦、さらに、大公が行った検地などによって、土地基準での支配関係は、だいぶ整理されたのだ。なるほど。つまり、頂点にいる者を倒せば、その土地を実質的に管理している支配体制ごと、まるっと奪い取れるようになった、みたいなことですか？うむ。まあそこまで単純ではないが、ざっくり言えばそんな感じじゃな。そして、この話が、上様が、この先の日の元をどう統治していくかに、繋がっていくわけですな。そうじゃ。我らの戦は、創建院様、大公と繋がってきた、日の元の統一事業の、まさに集大成。全国の大名を完全に黒田家の支配下に置き、大名と土地との結びつきを弱め、黒田を中心に据えた中央集権体制を確立することが完了じゃ。一所懸命を信条とする武士たちの不満が懸念されますが、強権をもって改革を断行するのじゃ、多少の不満が出るのは仕方あるまい。じゃが、武士の数と民百姓の数を比べてみよ。どちらを重視すべきかは明明白白じゃ。確かに。父上は生前皇王世であった。神明の罰より、主君の罰を恐るべし。主君の罰より、神下万人の罰を恐るべし。そのゆえは、神明の罰は、祈りて免れるべし。主君の罰は、詫びて許しを置くべし。ただ、神下万人に疎んでられては、祈りても詫びても免れがたし。必ず国家を失うに至る。最も恐るべし。なるほど。黒田の世を、安寧なものにしたければ、民にとって、良き統治をしなければならぬ。さすれば、黒田の世はおのずから長く続く。まさしくその通りにございますな。関東の民も、天畑や町を荒らすことなく、徳川を追い出した我らを、好意的に受け入れてくれましたからな。そういうわけなので、またべえ。家に戻って、奥方に甘えられるのは、もう少し先の話になる。すまんな。むむむ。それがしは、妻に甘えたりなどいたしませぬぞ。どうだかのう。甘えん坊のまたべえ殿など、あまり見たくはありませぬが。変な想像をするのは、やめてくだされ。はい。そんなわけで、1604年5月、スタートから48ヶ月目の政略フェーズを行っていくよ。前回の動画末尾で言ったように、今後の攻略については、
割愛しながらお届けすることにするよ。まずはとりあえず、政略フェーズをすっ飛ばすよ。1604年5月の進行フェーズ。時間を進めると。まずは上杉家の春日山城が陥落。その後、伊藤助隆軍は佐渡に向かわせたよ。さらに、5月中旬くらいには、上杉家の二本松城が陥落。その他、関東の方から新しい軍を編成したりして、5月の進行フェーズは終了したよ。これは、1604年6月の制約フェーズ画面。現在出撃させている軍勢は、里見家の立山城を囲んでいる軍も合わせて、13個。兵糧はいくらあっても足りない状況だよ。これは、筋肉お化けの軍が、上杉家の福島城を囲んでいたところ、最上義明率いる軍が、救援に来たという場面。前回の動画で指揮を取った決戦を最後に、東北攻略中の決戦は、すべて移任したよ。さすがにちょっと飽きた、じゃなくて疲れたのでね。自分で指揮を取った方が、大抵の場合は、より良い結果が得られるんだけど、時間がかかってしまうのが難点だよね。ここで、里見家の立山城が陥落。これで、関東は完全に黒田のものになった。続いては、上杉家の福島城。弱い70の天粕さんが、投降するというサプライズ。越後二天と呼ばれた男にしては、あっさりしてるな。その後、再編成して、木下正直軍に代わった軍勢を、最上家に宣戦布告して、最上領内に向かわせる。従属している二勢力がうろちょろ。ハッスルー。さらにその数日後、川口宗勝軍が水攻めにしていた、会津若松城が陥落。上杉家の命運も、風前の灯火となった。そして、6月末には、古希の筋肉お化けの愛称で親しまれた村上武義が高い。この人も、ウィキの情報によれば、亡くなるのは旧暦の8月、西暦の9月らしいんだけど、少し早めに亡くなってるな。先月の終始、ちなみに、先月末には、史実より4年近く長生きした伊藤助隆さんもあの世へと旅立っている。1604年7月冒頭の状況。国力に物を言わせて、1万くらいの軍勢を大量に派遣しているので、伊達家、最上家は、手も足も出ないような状況。もう終わりか。7月最初の落城は、須賀川城。さらに数日後には、この伊達家の相馬中村城が速陥。7月下旬に入ると、上杉家の米沢城が陥落。これで、上杉家の城は、沢田城と柴田城の2つのみ。先月の終始です。そして、月は変わり、1604年8月に突入。まず最初に、丸森城の城主交渉。敵の兵糧が30日分を切っていたため、即交渉になった。お相手は伊達重真。戦場では決して後ろに引かないという伊達重真も、お城はあっさりと明け渡してくれた。さらに、飛び地になっている小高城。こちらも即交渉できそうだったので、お願いしてみる。小高城にこもっていたのは、独眼竜本人。こちらもあっさりと城を退去した。我らの勝ちぞ。そして、8月の進行フェーズを開始。まず最初に、佐渡の沢田城が陥落。上杉家はこれで万事休す。続いて、渡り城の北方において、今は黒田家臣となった、徳川家康の軍と、伊達家の軍勢が激突。あっけなく勝利。AI は基本的に、いくつもの城を、同時に攻められるという攻略法に対して、脆い。これは、優先順位をつけるアルゴリズムが、弱いからなんだと思われる。敵の攻撃に対して、すべてを守ろうとするあまり、逆にすべてを失ってしまうという、ジレンマに陥っている。肉を切らせて骨を断つ、という考えは、
大使に実装されている AI にはないようだ。伊達軍を打ち破った家康軍は、そのまま陸上を包囲。陸上も難なく陥落。楽な戦であったな。それから数日後、最上家の長谷道場が陥落。史実では、慶長では合戦において、上杉家の猛攻を耐え抜いた長谷道場だけど、この世界では、黒田に屈する形となった。長谷道場の落城からすぐ、最上家の山形城もまた陥落。勝ち時を上げよ。史実において、長谷道場を守り抜いた、志村光康と、最上義昭の次男が投降してきた。さらに引き続いて、上杉家の柴田城が陥落し、上杉家が滅亡。直江兼続をはじめ、優秀な家臣団を手に入れたけど、彼らの活躍の機会は、おそらくない。今度は、最上軍との決戦。八千城に集結中の軍に襲いかかる。勝敗の行方は不明って言われたけど、このメンツなら、まあ勝つよね。そして、8月最後のビッグイベントは、伊達家の渡り城陥落からの、片倉小十郎の投降。あれ、忠義に熱いイメージだったけど、もう投降しちゃうの？そして、月が変わって、1604年、9月。まずは最上家の八千城が陥落。ではの攻略が着々と進んでいる。お次は伊達家の寺池城。独眼竜も、もはや瀕死である。残る城は、岩出山城と伊沢城のみ。そして、その岩出山城下で決戦。結構いい勝負だったっぽいけど、委任して勝てた。城下決戦で委任して勝利した場合、敵軍の敗残兵は城に戻ることはなく、出撃していた敵武将が再出陣してくることもない。敵部隊が一つしかいないなら、落城はあっという間。今度は、最上家との真室城下での決戦。こっちは速攻陥落。勢いが止まらないね。そして、9月下旬に入ると。どうやら俺たちの敵じゃなかったな。伊達家の岩出山城が陥落。これで、伊達家の城は伊沢城一つのみ。さらに数日後、最上家の鶴岡城で城主交渉。説得武将は、国威の最小維新数伝。解除に成功した。敵はおらぬ。そして、1604年、10月に突入。この月頭に、津軽家に対しても宣戦を布告したよ。10月最初に陥落したのは、最上家の延沢城。もらい受ける。さらに10日ほど経ってから、最上家の花巻城で城主交渉。確率 53% だったけど、成功。我らの勝ちだ。勝ち。ちなみに、やったことはないんだけど、もし、プレイヤーが籠城している側だったら、城主交渉って発生するんだろうか。そんな話聞いたことないけど。そして、時が流れて、月が変わり、1604年、11月に入った。ご命令を。さて、徳川家を滅ぼしてから半年が経過し、東北の攻略も、終盤に入ってきたよ。次回の動画で、黒田除水、関ヶ原編は、最後にしようと思います。どうぞお楽しみに。それでは、今日はこの辺で終わろうと思います。最終回の動画は、あさってにアップする予定です。最後までどうぞよろしくお願いいたします。それでは、鳥の助でした。